弟殿下のお気に入り転生しても天敵から逃げられないようです。星に魔族と人族が覇権争いの戦争をしていた異世界ファンタジー世界で600年前に人族の勇者によって魔族領がことごとく取られた後の世界。その世界に前世で600年前に魔族のウサギというスライムポジションであり、600年前に勇者に惨殺された記憶を思い出した人族の貴族のメスとして転生したやつが主人公。その主人公が王族の強制婚活パーティーに出席したら、ドジッコ属性だったために、勇者の子孫に目をつけられて婚約させられる。主人公は勇者に惨殺されたトラウマ持ちなので、その600年前の勇者にクリソツな婚約者に苦手意識を持っている。その勇者は実は秘密裏に600年前のウサギだった頃の上司であるイツヌが植物イツヌ状態であり、なんとかそのイツヌを起こして意思疎通したいとミッションをしており、自分の元上司を起こしたいと思った主人公の元ウサギはイツヌを起こすために頑張るというシナリオ。恋愛要素がほとんど一切なく、もっぱらイツヌを起こすというシナリオがとても新鮮であり、恋愛要素とかそんないらないなと思える作品。思えば悪役令嬢ものも恋愛要素が少ないやつの方がアニメ化しているので。